どうですか、佐賀のエステですか。このね、3つは全部91円。え、すごっ。乾杯。イエーイ。先制したのはコスタリカ。まさか、見えてきた。あれよ、あれか。これね、パリめっちゃ興味あるんだよ。どうですか、佐賀のエステルタワー。いやー、ちょっとちっちゃい。でもあれ手作りだってよ。すごくない？すごい。あの見えてるのってそういうパンで書いてある。あ、書いてある。でかくない？すごいね。まだ1キロある。チョコバイトっていう有名なんだ。やばい。この量で？すごくない？合計が345円です。安い。ということで買ってきました。安かったね。めっちゃ安いよ。信じらんないよね。半額だったね、大体。ね。何買ったんですか？はい。私はアンバタフランス。アンバタフランスと、あとなんだっけこれ、ウインナーパン。ウインナーパン。あとカレーパン。カレーパン。あとは、うん、クリームパン。クリームパン、これ99円なんでしょ。91円。全部91円。このね、3つは全部91円。え、すごっ。でも全部半額ぐらいだったね、本当に。ね。すごいね。ここに通いたいよね。なので、明日の朝。まあ、全部は食べないけど、明日の朝いただきます。いただきます。さあ、次。It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark. 210円でした。ソフトクリームとウーロン茶。綺麗な触るのでよかった。よし。いけるか。So I fell down waiting. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. O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 f you.Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers? Bring on anything, shop. It's okay. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make it. Oh, they're going to want to. I'm not going to do it. I fell down the road. You're going to need to come 30 minutes. So I fell down waiting. But if I can't have the real, you're going to need to come. 見に来ました。今日狙いは冬さん。
今日はなんかのヒートテックで、うん、ソニーも出れるヒートテックが新発売したということで、はい、それを狙いにしたいと思います。これすごい思うんだけどさ、外に出れるヒートテックってさ、みんな気づいてくれるんかね、外に出れるやつよって、こうあれ肌着じゃねって思われたらさ、ヒーターじゃないよっていうのね、うん、でも、ね、もう書いてあったからね、そうやって外に出られるって書いてあったし、うんね、そうすれば物減るよね、だいぶ減るから、俺は外に出ます。ということで早速行ってきます。行ってきましょう。ただいまの時刻5時48分です。焦っております。なんとね、ワールドカップコスタリカ戦あと1時間12分でキックオフなんですけど、ここから20何分の道の駅に行きながら夕飯を買って、車中泊の準備をして撮影をして臨むと。日本代表と同じぐらい僕らも追い込まれてます。間に合わせたいのと、昨日道の駅さ、すごいあれだったんだよね、電波悪かったんだよね。だからちょっと電波悪かったときは移動もします。無理無理か、うん、まあこういうドタバタも旅ということで頑張ろう日本。マックスバリュー、そして買い終わりました。あ、富士山がカメラの手前止まった、走って到着しました。現在の時刻6時40分です。さあ間に合うのでしょうか。道の駅の端っこです。44分、まだ時間あるかも。頑張れ富士山、俺も手伝わねば。今日のご飯、半額シールがいっぱいです。でもさあ、はい、ということで、あのね、ギリギリ間に合わなかった前半が今2分始まった。まだ0-0だよね、さすがにさすがに、ね、よかったよかった。じゃあちょっと、あの、今日はあんま何もしなかったんですけど、うん、あの、日本を応援するためにね、それに備えて今日1日を過ごしました。本当にその通りですじゃあ日本の、うん、勝利を願って祈ってもう酔ってる、はい、祈って乾杯、イエーイ。あー、うまっ、おいしい。あのね、富士さんは結構ね、サッカーが好きだったんだよ、うん、最近終えてないんだよね、うん、仕事してからかね、うん、遠藤とか、うん、本田とかが全盛期の頃好きだった。うん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 、いいね、たまにはこういうのもね、楽しい楽しい。じゃあ早速いただこう。うん、欲しいか、これか、うん、いや、すごい楽しいね楽しい。これね、なんかご飯に夢中でさ、見逃したらショックだね。ショック。いただきます。いただきます。うん、美味しい。炭火焼き、四国って感じ。四国？炭火焼きって四国じゃん。そうなんだっけ。大分かもこっちだっけ。うん、美味しい。美味しい。うん、よかった。なんか12月なのにさ、全然あったかいよね、うん、まだまだあったかい。九州だからかな、日差し強かったよね。うん、ペイさんさ、うん、何なんで勝つと思う？2-0。俺2-1だな。でもコスタリカさ、うん、スペインに7点入れてたじゃん、うん、結構ね、守備が弱いと思うんだよ、俺の考察でスペインが強いんだよ全然サッカー知らないけど前半終わりました。前半が終わりました。どうでした？うん、思ったよりサッカーは楽しかったんだけど、うん、試合はなんか硬直してたね。ね、なんか途中からね、うん、ボールの保有率も悪いし寂しい。寂しい。1-0かなもちろん勝つ1-0だよね。当たり前じゃん、もう 勝たない選択肢ないじゃんじゃあ後半も気合い入れて応援しましょう。頑張れ日本2。無駄
そういうことだ。そういうことだ。先制したのはコスタリカ。あー、変わったのに入っちゃったんだ。うわいやでもさちょっとねずっとさじれるじれる戦いだったからねどういうことだはいということで車中泊体験です。はい、どうでしたサッカー。負けましたなんかねうん、コスタリカね勝てると思ってた。ドイツ戦みたいな盛り上がりを着た人って、ね、そうそうそう、俺らドイツ戦見逃したからねミーハーだからさ、ドイツ戦は勝てないと思ってたけど乗り遅れたからさ、そうそうそう、次は乗ろうと思って乗ろうと思ってきたら乗れなかった。悲しかった。まあしょうがないよ、うん、九州来たね。うん、来た。どう九州。九州ワクワクするね。やばくない博多。博多ね、楽しかった。なんか元から定住したいランキング1位だったじゃん、うんうん、あの行く前から、うん、1回しか博多行ったことなかったけど俺も、うん、めっちゃいいね。なんかさ、うん、歩いて回ったじゃん、いろいろ天神とか博多駅とか、うん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 、なんかさ歩いてるだけでさ超楽しい。なんか飲食店も美味しそうなの多いし、博多グルメやばいあとあれね、不動産も見るだけで楽しい。あ、そう、不動産ね、ついつい見ちゃったよ。あ、見ちゃいましたまだ定住先も、うん、その広島行ってないから、うん、そうまだ決めあぐねてんだけど、ね、そう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 。でも、まあ一応まあまあまあ見ますかと思ったら、ちょっとペット飼うとことか見ちゃって、夢が広がりました。そうそうそう何を優先するかをすっごい悩んだよね。あー、そのあれだね、俺たちの新生活にね。そうそう、自分たちが何が一番優先順位なんかね、うん、そう、やっぱなんだかんださ、その将来は、うん、まあ幸せになりたいじゃん、うんうん、でそうした時に仕事とかペットとか、うん、ペットとかね、そう、その立地もそうだけど、うん、家がおしゃれかどうかとか、あとさ、どこの、うん、どういう就職するかってそろそろ真剣にね話してました。でなんだかんだだってもう半分終わったもんね。いやもう半分じゃないよ。え、何？でも半分じゃない、3分の2終わった。3分の2終わった、うん、もうお終盤ラストスパートだよ。嘘、いつまで半分って言ってるの。ちょっとなんかさ、うん、とかでもさ、小型犬、うん、ワンちゃん OK だけど猫ちゃんダメっていうのもあるんだってね。あるね、知らなかった。いや、これもそうなんだけど、塩澤さんのために言うけど、ふみさんの幸せにはね、ペットが欠かせないので欠かせないマストなんすよ。そう、人生でやりたいことに猫ちゃんとワンちゃん飼うで、うんうん、まずは猫かなって入れちゃってんだよね。そう、猫必須ね。オッケー。ひょうくんの幸せには何が必須ですか。俺はね、生活ができるぐらいのお金と、うん、あとはね、ゲーム大事。ゲームか。ゲームは大事で、でかつやりがいのある仕事はつきたいな。やりがいが欲しいね。教員とかそういうやりがいが欲しい。この1年で培われたのは、いろんな経験とね、動画編集の技術。役立つのかな、動画編集。まあ求められてるから動画編集の技術はいいんだけどさ、ちょっと危険な気がするんだよね。そう、これだけじゃダメだよね。うん、やっぱそれプラスアルファ何か付加価値みたいなの、うん、まあでもとりあえず今できるのは残った日本一周を楽しみながら、なるべく YouTube をねもっともっと頑張る。今そこに集中だね。うん、やりますか。今日は新しい動画だったね。なんかね、あんまいい感じに編集できるか自信ないけどちょっとこういう日もあるよってことで許してほしい。じゃあ、はい、そう、寝よう。寝ますか。はい、じゃあこれからも野間旅の九州編をお楽しみに。はい、いいかな。はい、それじゃあバイバイ。